二軍の騒がに。皆さんこんにちは、トミックです。トミックといえば何かって聞かれた時に、だいたい7割ぐらいの人は騒がにって答えるはずなんですよ。騒がにってね思わなかった人は、多分残りの3割だと思ってください。俺しか思ってないかもしれない。久しぶりに騒がにを買ってきました。最近でも騒がにやったか、あのたこ焼きの代わりに騒がにを入れるってやつやったんですけど、今回ですね、仕入れのインスタライブをしてて、サワガニを味の素あるじゃないですか、塩の、あれで塩釜焼きじゃ作ってくださいって言われて、結構な量使うと思って業務用のね味の素買ってきました。これで1キロでーす。今知った衝撃的な事実なんだけどさ、味の素の原料はサトウキビの、え待って、味の素ってさ塩に近い成分的にはねイメージだったんですけど、え待って、甘いの？絶妙に甘いけど、絶妙にしょっぱくて、絶妙にマイルドなんですよ。何もつけてないような肉とか魚とかに振りかけて焼くだけで、これ美味しくなるわ。これを塩釜にします。味の素って何種類かあんのかな、ちょっと味の素詳しいよっていう方いたらぜひコメントください。業務用の味の素で1キロのやつで買ったんですけど、値段が790円とかなんですよ。結構高くないですか。さわがにちょっと臭いんだよね。インスタライブとかで話してたんですけど、今の YouTube のトレンドって何ですかね。なんかあるじゃないですか、 YouTuber ってやっぱ時代にこう左右されるので、流行りだったらやった方がいいとか、例えば鬼滅の刃が流行ってるなら鬼滅のコスプレしてあの剣を振っとけばいいとか、呪術廻戦流行ってたら例えばなんか呪いの動画を上げればいいみたいなっていう感じのあるじゃないですか、 YouTube の流行りで。俺流行りとかに全く触れない動画じゃないですか。でもやっぱそれは良くないなっていうことで、ちょっとね教えてほしいんですよ、今 YouTube の流行りみたいな。ぜひコメント書いてほしいです。まあでもどうなんだろう、俺流行りとかね関係ないっていうか、だってねえ1年に1回は絶対騒がにやってるじゃないですか。なんかトミックの中の流行りみたいなね、俺のマイブームだよそれ勝手にね。俺のね伸びない原因は流行りに乗らないと。残りの騒がにはまあショート動画で使ったりとか、この動画のグッドボタンが多かったらまあ違うネタとかやったりとか、まあ、騒がにってもうね俺の中でもういいかなって思ってたんですけど、でも意外とね騒がにの動画出すとみんなね喜んでくれるんですよね。お酒で消毒します。あの騒がにってマジで汚いんですよ、臭いし。なんでこうやってしっかりとね洗ってあげる、これが大事。見てほらすごい汚れてるでしょ、ほらわかる、酒が汚れるぐらいサワガニが汚いということですよ。塩釜を作っていくんですけど、塩釜の作り方としては基本的にもうあの普通の塩釜と同じ作り方です。もしこれ作れなかったらまあもうそれはドンマイということで、まあ俺もねあの実家を出るまで味の素イコール塩だと思ってたんで、友達に言われて初めてこの味の素は塩じゃないって教えてもらったんですよね。その時の衝撃すごかったもん、えこれ塩じゃないんっつって。1キロの味の素に、卵の白身を2個入れます。ちょっと量多いかな。え味の素って塩に対してさ結構あれじゃない、なんか量多くない？塩釜の時みたいにまとまらない、だいぶマシになりました。ねマジでこの動画のグッドボタン多かったらあの、ま、シリーズ化しようかなと思って、味の素釜のなんか確か面白そうだよね、こうやって見るとなんか全然塩釜と違う反応だし、うん、塩釜じゃなくて味の素がもうこんな感じでできました。でここにサワガニを入れて埋めます。あそうだ、その前にやらなきゃいけないことあったわ。オーブンをちょっと低めにするか、200度で、10分焼きます。埋めて焼く、ポンポン。仕入れのインスタライブでもちょこちょこ来るのが、前のやつの変な編集あるじゃないですか、あれをねまたやってほしいみたいな。皆さんどうですか、ちょっとそれもコメントに書いてほしい。あれいるかいらんかみたいな。あれね実はねなんか5秒とかのなんかあるじゃないですか、あれね長い時30分ぐらい編集かかった時あったんですよね。なんかくだらなって思いながら、わかる、その5秒のために30分使うくだらなって思いながら編集した結局あるんですけど、
で、やっぱその年も2021年から2022年になって、じゃちょっと年変わったから編集のやり方も変えようかって言って、まあいろいろ試行錯誤してやってるんですけど、こうみんなの意見とか、やっぱね、こう例えば、あれはいい、でもこれは嫌だっていうのが、あのコメントでわかるじゃないですか。面白い。コメントと動画でもう一つの YouTube みたいな。予熱が終わったんでね、味の素の釜の中にじゃあサワガニを一匹ずつ埋めます。ほい、酔ってるはず。あ、そしてほら、塩だとちょっとこうあれってなるけど、味の素って多分塩のような感じがなんないんで、なんかあれ、なんか居心地いいなってなってますね。これちょっとここで埋めましょう。結構粘り気があるから、この味の素の釜結構強度がある。これぐらいの量が余ってしまったんで、まあここら辺のやつはまあ揚げたりとか塩茹でとかでも全然美味しいので、後でやっていきます。うわー、いってらっしゃい。せーの、はい。おー、想像より綺麗に焼けてますね。漏れちゃったサワガニは一匹だけ。匂いはなんだろう、塩釜じゃなくてなんかハンバーグみたいな匂いがする。割っていきます。割るのが簡単だぞ。あ、でもいや、でも硬さは塩釜と変わんないですね。すごいサラサラしてる。いただきます。塩釜焼きしたやつってしょっぱいじゃないですか。味の素って塩じゃないじゃないですか。なんでちょっと胡椒っぽい感じもあるし、甘みもあるし、で塩っ気もあるし、でそれがサワガニに染みついて焼き上がった感じなんで、想像のね3倍は美味しいですね。一つ言っておくんですけど、あくまでね、味の素って化学調味料的なやつなんで、これの食べ過ぎは良くはないと思う。でも、なんだろう、そう、たしなんだりとか、おやつ程度に食べるにはすごくいいと思う。ということなんで、この動画のグッドボタン次第で、ちょっとね、味の素釜焼きを今後やるかやらないか、分かれるんで。でも、これは普通にね、やっぱ、美味しい。